お願いします。今回上告が棄却されてですね、はい、刑が確定して失職、はい、このような事態になったんですが、まず受け止めをお願いします。はい、現職の外務委員長というお立場の人が失職をして、収監されるということは極めて遺憾なことであります。国会の権威を傷つけ、そしてまた国民の立法府に対する信頼を著しく損なっていると、この点で誠に遺憾に思います。でさらにですね、これを招いたのは我々公明党としては一審二審有罪でありますから、これは刑事司法の常識から言えば上告しても判断が覆れるという可能性は極めて低かったわけですね。その認識に立って外務委員長への就任に我々は反対をいたしました。さらには25年の表彰、これもまた本人が辞退すべきであると、こういうこともはっきりと申し上げました。にもかかわらず与党、とりわけ民主党がですね、この委員長就任を強く推していったということ、この点に対するその責任というのは免れないとこう思います。さらにここに至った経過で衆議院議長の見識というものも私は問われると思うんですね。やはりその国会の権威を保つ立場からもう少し指導力を発揮すべきであったと、最終的には委員長が選任をする、まあ、議長が選任をするというのが職責でありますから、そこに至る前に曖昧な選任の仕方はすべきではないと、我々はその反対の意思がしっかり現れるような採決をすると。しかしそれを回避するというのであれば、むしろ委員長にノミネートされないようなその説得ということもあり得たと思います。それを異議なしというような採決の手続きを取って選任に至ったと、こういう経過はやっぱり衆議院議長としても極めて不見識であったと我々はそう思います。各社さんどうぞ。当時のやっぱり民主党としての認識が甘かったということですか。極めて、そこは内実は分かりませんが、こういう経過になるということは我々には十分予想できました。ですからそれを知らずしてやったとすれば、これはあまりにも認識力が乏しいということになりますし、分かっていてやったとすれば、これは国民を愚弄する行いだったと思いますね。いずれにしてもこういう政治倫理をめぐる、あるいは刑事事件をめぐる認識というのはしっかり持たなければいけないと、国民の信頼をいかに保つかということは極めて重要な課題だと思います。外務委員長の就任についてなんですが、はいはい、とりわけその、何ですか、後半で荒らされているような罪状に関係するような職責への就任でしたが、この点についてはいかがでしょうか。はい、まあ、そういう点でもこの利害に関わるテーマが外務委員会には継続しうるわけですから、いずれにしてもですね、まずは一度は辞職勧告決議が突きつけられた、そういうお立場だったわけですが、やはり自らがその委員長 になるべきでないと、そういう判断をすべきだったと思いますね。25年表彰の時の演説というのは極めて違和感がありました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。